ったより運動だわ。でも思ったより広がってなんかね、飛び方が本当わかんないんだよね。はっきり言ってどこ飛んでるのかわかんないんだよな。フロートでやってみます。気持ちいい。ついてきてね、ちゃんと。次。いや、さっきついてったら、うん、三味君を狙った外れの流れ玉が全部当たった。他の人見なくていいですか？笹さんの武器とかも紹介して。ちょっと見に行こう。いろんな人の銃をちょっと見ていこう。これ MP5 のカスタム。なんかね、メルカリで買ったっつって。3万ぐらいやったらしい。俺の銃カスタムなしで3万なんだけど、フルカスタムで3万。撃ってみます？あ、ちょっと撃たせてくださいよ。あ、今テンプ曲がってるんで、はい、親指のとこですね。こっちから、こうから、一番上ですぐで、はいはいはい、真ん中がないんで。あ、ないんだ。セミ、はい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 。どこ飛ぶのか分かんねえな。赤点にちゃんと飛んできますよ。あ、ほんとだ。あー、当てんのむずい。撃ってる感触マジでいいな。フルがね、結構フルいっていいっすか。気持ちいいんすね。うわ、すげえ。音も全然なんかこっちの方がでかいな。絶対ちょっとカスタムしよう。必須ですわ。これ買ったとこから、はい、中のカスタマイズも済んでて。あ、中終わってるんですね。サイトとこのバイストックがついてる。めっちゃいいな。自分で買ったのサプレッサーぐらいです。なんかね、撃った時にね、俺のやつカスタムないからバコンってなんかね、鈍いっていうか、金属と金属がね、こうガチってなってる感覚があるんだけど、カスタムしてるやつだってないね。なんか中で弾いてる感じ、ポン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 って、なんか鈍いんだよ、俺の。あ、一旦振るんですよ、まだ進め。よいしょー。早く回復しないんですよ。いやー、寸胴不足を感じる。説明してあげて、何をしてるか。あ、説明してあげて。あ、分かる。サバゲ経験者の、あ、サバゲ経験者から説明してあげて。これは弾を一発一発込めると、ちょっと上からカメラ、めんどくさいから、こうやってローダーっていう中に弾を詰めて一気に弾を込められる。で、これローダーの中に弾が入りました。俺のマガジンの中にこうやって、これ銃を、弾を補充すると。8番もう猛ダッシュだ。あそこも陣取りしよう。ガン出します。え、ちなみに、はい、慣れないうちに出してるとマジでこけるから。マジでこけるから。わかりました。足首が落ちたね、慣れてるのか。そう、いや、もうこう見ない、ここで先行的な音とかね。多分恐怖症の人です。じゃあ始まります。4、3、行きます。いい、はい、よろしくお願いします。ゴーゴーゴー。いや、バレてるな、もうここ窓をね、前から同じ窓じゃなくて、はい、違う窓からとかも出てます。了解です。
今3番狙ってます。いや当たんねえ、いや当たんねえ。位置がつかめん。こっちはもう2年か。分かった分かった、位置分かった。見ないで置かれてる、ここ置かれてる、置かれてる。敵の5番のホース、はい、左のホースね。顔出さないです今。どっから出てるか分かんないな。あ、3番います、3番います、敵3番、3番家。よっしゃ、やった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 1人やったぞ、1人やった。これこの正面の灰色のところの裏にいますね、はい、正面の灰色。場所分からん。あそこ来てるな。いたー！いたー！俺右から攻めてみたいな。右から行こう。これ右から行こう。多分右をねクリアしてる。降りれっかな。行きますよ。負傷者、衛生兵、衛生兵。ラジが頑張って行きますよ。ちょっと休憩。あれスタッフさん動け動け。ちょっとストリーマー喋ってもらっていいですか。ババ、ママもたです。このゲームに間はないです。いいのかな。上がれ上がれ。ちょっとここあと早めに倒してもらわないと俺が死にます。これ僕何丸裸です。スタミさんが全然守ってくれないんで死ぬんですけど。左肩さ外れてる気がする。すげえ転んだんだな。あれこれアイセンサーのジュースか。これ前が一回スルーしてるじゃないですか。
何通り過ぎてんすか。弾当たるんで普通に。なんで道連れにならないといけないんですか。俺はこけてないのに。すげえ痛くなってきたら言ってんの。行きます、まあ、全然行きます、うん、後から来るから、うん